すごいコーンあるでしょ。でこの段階で天地返し十字に切ってそこから上にふわっとしてで混ぜます。はい、トウモロコシご飯今日はね3本作りますよ。3本使います。はい、材料の確認です。じゃあトウモロコシご飯の材料いきます。はい、まず今日圧力鍋で炊くので圧力鍋、はい、これ用意ください。これ私パール 5.2 リットルぐらいもう結構使い込んでます。これ便利、結構リーズで、他にも鍋で使っている土鍋でも全然 OK、 これでも、そしてあと普通の鍋でもいいです。でもちょっと蓋とかね底が厚い方が上手に炊けるかな。そして炊飯器、これどれでも炊いていいんですけど1個炊き方いろんな時間とかポイントがあるんで、この星印ちょっとつけましたけど、圧力鍋と炊飯器は洗ってすぐ入れます。でこの鍋と土鍋と鍋2番3番の方は事前にこのお米を水洗い研いで、でザルにあげるか浸水させて、この夏場だったら30分ぐらい2、30分ぐらいつけておかないとちょっと鍋で炊くと硬くなる。これ一番重要です。で圧力鍋の場合は浸水っていうかこの吸水させておくと柔らかくなりすぎるんで、だからもう洗ったらすぐに炊くという段取りをしていきます。はい、でちなみに私玄米をこれ精米をしてます。3合でちょっとね茶色いと思う。これはあえて8分付きにしてね、全部かのところを取らずにちょっとここの中に栄養も一緒に食べると。でこの8分付きぐらいだと白米、かなり白米っぽく、7分になるとねちょっとやっぱり炊き方とかね味が変わってくるんですけども、8分は結構わからないというふうにちょっとこだわってます。これ後で洗います。はい、でまず圧力鍋は吸水させないんで今から洗います。で材料はトウモロコシ3本、3合で3本でお米が今3合あるのでこれの用意、そしてお塩とお酒、これ3合で小さじ 1.5 の塩ですから2合の方は小さじ1というふうに分かりやすい。でお水はこれ540ミリっていうのはこれもうご飯っていうか米と同量で3合だから水も同量だと思ってください。じゃあこれを剥いて切っていきます。これ切る時にトウモロコシをスルスルと切れるやつっていうのもあるんですけど、まあ普通包丁で切る時に硬いやつと柔らかいやつがあるんで気をつけてください。で僕はこれもうここの根っこギリギリのところでこれをもうズバッと切ります。でズバッと切ったらこれここのところこういうふうにしてこっから引っ張って剥けるんで、これもうちょっと切った方がいい。でこのここのコーン食べられる分も後で剥けばいいですから、はい、でここの根っこをカットするともう上からこれスポーンって取れるんですけど、あ、蒸してないとちょっと硬いの。このひげ根もあるんですけどこの下から取った方がこの皮がねひげ根が残らないので綺麗に取れます。ほらこのひげ根が残るのでね下のところからこうしていけばよしなんだかんだってちょっと残ってもまあいい。はい、というふうにこれ綺麗でしょ。まず剥いてください。はい、まあ包丁で切らなくても別にどちらでも大丈夫。はい、でこれを3本最初にもう剥いてしまいましょう。よし、できました。じゃあこれを切っていきます。で切っていくのにこれねちょっとやりやすい方法皆さんやってもらったらいいんですけど、僕はなんかこれ4等分にちょっとするんですよ。4等分。これねただこの芯を切るときめちゃめちゃ硬いです。これお子さんやったら無理ですよ。指パーンなりますから気をつけてください。でこれとにかくこれ気をつけてください。これここを切るのが一番の今日最難関。指バシャーってなったら大怪我しますから。でなんでこれをしたかというとこれをこう縦にするとこのまま削ぎ落とせるんですよね。シュルシュルシュル、はい、するとほらこんな塊になる。これこのまま衣つけて揚げたらめっちゃ美味しいトウモロコシの天ぷらになりますよ。いいでしょ。はい、でこれで今、はい、こんな感じで今取りました。でこれを1つ、はい、2つ目のカット2回3回4
はい、五角形、五角形ぐらいでいいかなと。六角形が五角形ぐらい、これで今一周回しました。はい、こんな感じです。でこの芯捨てないです、このまま取っといてください。はい、これ今ね4個にしてますけど、3等分でも2等分でも皆さんのいいようにしてくださいね。はい、でこれで1等分、あ、1つで、なんでちょっと小さめに切ってるかというと、ちょっとね長すぎるとその芯の方をガリガリとちょっとね削ってしまう感じもするので、このねちょっと短くてしっかり切りやすいようにすると。はい、でこの芯ちゃんと使いますというふうに、ちょっとここからは地味な作業ですけれども、全部コーンを切り落としてください。はい、このね太いのを切るのはお父さんお母さんがとか大人が切ってもいいけれども、ちっちゃい子はこのこっち側のものでもいいですよね。このこっちを切るのはそんなに難しくない。ほら美味しそうでしょ、この塊、この塊もね結局ばらすんですけどね。でこれさっき言ってた生で食べられるんですよ、この未来って。食べてみますね。うん、まっ、めちゃめちゃうまい。これだけでもいいんじゃないかな、すごい美味しい、びっくり。はい、こんな感じで、うん、で芯は取っておきます。はい、今チーンができたので、もうじゃあ今度大きいので切ってみようか、切りやすいかどうかね。するとまあ切る手間も少なくなりますけど、こんな感じでシュク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 と。はい、これでも別にいいです、2等分ぐらいでもできるかな。ただねこの芯の太さが違うので、なんかうまく切ってる時にゴリ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 っとこの芯の方を削れてしまう時があるのでね。はい、なので皆さんのお好きなように。あ、でも2等分の方が楽でいいわみんなに4等分とかあったら言っといて、ちょっとねそうこの2等分の方が上手にカットできない時もあるんですけども、そんな時はねもう一回ここも食べられるんやんっていう時はこうさらに削っていただいても結構です。圧力鍋、はい、これ圧力鍋高圧低圧とかってあるパターンがあると思うんですね、光ってるか。で僕は高圧で炊きます。皆さんも多分高圧でいいと思います。今からお米洗いましょう。これ今3合の米、今僕さっき精米したやつですけど、はい、これを水洗いします。洗って、今このねボウルにザルでこれで今洗って、でスッとすくい上げるともうこんな風にして水切れるじゃないですか。だから直接ボウルにお米入れるより、ボウルとザルセット、これで米とくと楽ちんです。はい、でお米洗ってこの水を切るとき、こうねこのままにしてると水が切れたように思うんですけど、これを横にするとほら出てきたでしょ。だからお米の水を切るのはこう斜めにしないと、ね、水全部切れないので、斜めにして水を切ってください。はい、で切ったらいよいよ、はい、圧力鍋の中にドン、もう全部入れます。はい、全部入れました。で全部入れたらここから543合なので、ここに540のお水を入れます。540のお水を入れてください。510であと540の40部分ね、540、はい、540今入れました。じゃあ540入れたら、あ、今日だし昆布、さっきの材料確認でだし昆布言ってなかったですね。だし昆布用意ください。なかったらいいですよ、あったらあったでこんな、はい、だし昆布1枚で、これもうちょっと後に入れますけれどもね、
だし昆布で、ここで大事なのがお米とお水を入れたら、この後にお塩と酒を必ず入れます。はい、大さじじゃないや、小さじ 1.5、 はい、小さじ1すり切りっぽい、そして 1.5、 はい、きちんと測ってぽい。で、その次お酒大さじ3、大さじ3は 45ml ですね。大さじ1が 15ml なので、これはきちんと計量スプーンで測りましょうか。はい、大さじ1ぽい、2ぽい、3ぽい、はい、入れました。では次大事なポイント、これを必ず混ぜてます。はい、お箸でも何でもいいです。ぐるぐるぐるっと混ぜます。はい、この時にお塩とお酒を混ぜないと、お塩が一箇所で固まったりするじゃないですか。はい、なのでこの状態、お塩と酒、あとね、まあお醤油入れたりもあるんですけれども、今日はもうね、トウモロコシの美味しさをシンプルに味わうので、はい、もうこれにします。で、最初にここポイントですね、酒と塩を混ぜた上に先ほどのコーンを入れます。混ぜません、この後だし昆布先入れておきましょうか。だし昆布中に入れます。はい、で、この上にコーンを全部まんべんなく入れます。はい、バラバラバラと、もう全部入れてしまってください。で、これコーン上に乗せたら、コーンとご飯混ぜないでくださいね。何度もしつこく言いますけれども、混ぜませんよ。上に乗せるだけですよ。上に乗せて、だから最初に塩とお酒を入れてから混ぜ忘れるとね、コーンも一緒に混ぜてしまうじゃないですか。はい、まあね、このコーンと芯の入れる順番っていうのがなかなか難しいんですけど、僕はなんかコーンもしっかりね、あのご飯に染みつけるといいなと思ってるので、まあこれ先に芯入れてもらってもいいんですけどね。はい、こんな感じで上に芯入れました。はい、芯入れてからコーンでもいいです。はい、で、これを入れたらもう OK です。じゃあ蓋をします。で、ここから、はい、沸騰させるところまでは、まず圧力鍋の場合だけ先に行きますね。はい、圧力鍋、今これ、はい、強っていうか圧をかけました。で、今、はい、火かけました。で、次弱火にするタイミングは、ここに今ね、圧力がかかって蓋がシュパッと止まります。止まったら弱火にします。弱火にして5分、これって普通の精米じゃなくて、ご飯を炊いている時間と一緒です。はい、圧がかかったら5分で弱火で5分炊いて、火を消して、で10分蒸らします。で、ここの圧が落ちてなかったら多分10分前後ぐらいで落ちるので、それまで待ちましょう。はい、で今強火です。で、他の鍋の方は強火で火かけます。で、強火に火かけたら、どっかでボコ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 と沸騰してきます。沸騰するのを見届ける、その時は蓋開けてもらっていいです。蓋開けてもらって、沸騰しているのを確認したら蓋を戻して、で弱火にします。で、ただ鍋で炊く場合、弱火にしすぎるとちょっとね、硬くなる可能性もあるので、やや中火っぽい弱火でいいです。どちらかというとね、ボコボコボコってなってほしいので、で、おこげができる方が芯が残るよりもいいので、はい、で弱火で13分炊いてください。弱火で13分経ってピピってなったら火を止めて、そして15分蒸らします。圧力鍋よりも蒸らし時間が長いです。はい、強火、沸騰するのを確認したら弱火で13分、13分ピピってなったら火を止めて、
15分蒸らす、はい、じゃあ今これ今圧力鍋ずっと今これ炊いてる状態なので、これここからが結構もうなんていうんですかね、お休みタイムなんです。なんだそのお休みタイムって。はい、これ今強火で炊いてます。炊いててまだ全然ここの圧がかかってません。これもうここね、圧高圧になってるのを忘れないように、高圧になってるのを忘れるとね、圧がかからなくて別に普通の大きな鍋で炊いてるのと一緒になりますから。でここがもうすぐピンってなるのでそれまで待ってます。はい、あ今でまだシューシュー言ってるんですけど、あ今音が止まりました。でこれで圧がかかってる状態です。でこれをずっとほったらかしにすると、今度こっち側から蒸気がシューッと出るんですよ。そこまで行くと圧がかかりすぎてかなりご飯が柔らかくなります。ここはね好みなんですけど、僕のこの圧力鍋は、ね、まだ今強火ですけども、ここがシューシュー言うまで待たない。でここの圧力がかかったらもう止める。ですぐに止めずに、これぐらいはちょっと待ってもいいですけどもね、ぐちぐちぐちって今言ってますけども、はい、じゃあここで火を弱火にします。はい、弱火にしてタイマー5分、はい、弱火5分ですね。はい、弱火5分にしました。あと7、6、5、4、3、2、はい、これで圧力鍋5分弱火が終わったので止めるんですけど、止める前にちょっとね火強くします。火強くしてその底のところをふわーっと強火でちょっと熱くする、熱くして、まあ、蒸気を飛ばすみたいな感じで、火を消す直前に20秒から30秒ちょっと強火にして止めます。で今強火にしたので、はい、もう20秒ぐらい経ったかな。で、はい、消しました。これ鍋で炊くときとか土鍋で炊くときも最後強火にちょっと炊くといいんじゃないかなと。あの中の余分な水分が飛んで、そこがねちょっとお焦げでパリッとなるような感じですね。はい、で基本はこの圧が下がるのを待つんですけれど、10分、だいたいね10分ぐらいで僕のは落ちるので、で皆さんのところも圧が落ちるまでほっといたらいいので、とりあえず10分タイマーしておいてください。これ今もう圧が今から開けましょうかね。じゃあオープンします。さあしゃもじ用紙濡らして、はい、ではいきます。オープン、パカッ、じゃ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 ーん、おーいしそう、おいしそう。はい、とりあえずまだ味見してないですけども、トウモロコシご飯の完成。はい、でこの芯はもうちょっとさよならしますので、芯は取ってください。今手でひょいひょいしてますけども、熱いから気をつけ、熱で、このねからも湯が出たかな。これなんか食べられるので、ガシガシともったいないなと思うところ食べてもらって、はい、そしてしゃもじ濡らして、はい、十字に切ります、はい、で昆布別にもう食べてもらってもいいし、いらんなら外してもらって、で天地返し、そこから上にふわっと混ぜ、そこから上にふわっとふわっと混ぜ、ほーら、もう超シンプルよ。すごいコーンあるでしょう。でこの段階で天地返し十字に切って、そこから上にふわっとして、で混ぜます、はい、だからこの炊き込みご飯とか混ぜご飯って混ぜて炊くんじゃなくて、ご飯と上の具を別々に上と下で炊いて、で最後に混ぜるという感じにします。よし、じゃあ早速まずは軽くお味見だけしましょうか。文字でいただき、はい、いただきます。うまい、うん、うまい、超美味しくできた、超美味しくできましたよ。はい、じゃあご飯盛り付けます。ほーらね、これ思った以上にコーンだらけでもないですよね。
そう、あんなにたくさんあった感じなのに、でも結構たっぷりあります。はい、でちょっとじゃあ改めてもう一回いただきます。うん、おいしいよ。甘いのとちゃんと塩も効いてて、すごいシンプルだけどすごい美味しい。めちゃめちゃうまい。そしてこれをさらに美味しくパワーアップさせる魔法の黄色いものがあります。それがじゃじゃーん、溶かしバター。溶かしバターをかけてみます。さあ、とろー、ふわー、とろー、ふわー、もうザ・カロリーをかけてます。ザ・カロリーをかけてますけど気にしない。ほら、溶かしバターがまた美味しい。これを食べます。いただきまーす。あお、うおー、うーん、うまい。みんなのバター、これね、最初からいっぱいバターかけるとまたね味がバターバターしてしまうので、味変うまい。これはバターにコーンが合う。めちゃめちゃうまいな。これちょっと蓋しとこう。最後振り返ります。はい、今日作った圧力鍋で炊くとうもろこしご飯のポイントです。水は吸水させない、これは圧力鍋だからですね。普通のお鍋とか土鍋で炊くときは必ず夏場だったら 2,30 分浸水させておいてください。はい、そしてとうもろこし3本に対してご飯3合、米ですね、米3合をやります。炊きました。で、水、調味料を圧力鍋の中に入れて混ぜる。先に混ぜて上にトウモロコシを乗せる。ご飯と上の具を混ぜない、別々にする。だから調味料を入れたら必ず米と一緒に混ぜて合わせることを忘れないようにしてください。そして芯、これもね、旨味が出るので一緒に中に入れてしまってください。で、強火で炊く。圧力がかかって蓋が閉まる。そしたら弱火で5分、で圧が下がったら最後天地返しをすると。で、極めつけは、はい、溶かしバターをかけると抜群にとうもろこしご飯が美味しくできます。ということで、これで皆さん美味しくとうもろこしご飯ができたら、あなたもコーンライスマスターです。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日はね、圧力鍋の活用方法ですけれどもね、私のあのビストロパパの、あのパパ料理のおすすめのブログの方では、圧力鍋を使った鶏がゆ、最近ねこれハマってるんですけども、こういう美味しい簡単なレシピも載ってるので、ぜひご覧ください。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあこの後はオンラインの料理塾の皆さん